エキシールからお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を一年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはディキシールオーナーのもみやまやすひとさんです。もみやまやすひとです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はあれですよ、創成川沿いのバディバディ大好きなお店なんですけれども。 ありがとうございます。あれの2号店だと思ったらどうも違うらしいんですよ。もう4店舗目、この話後ほど出てきます。ちょっと住所とか教えてください。はい、ディキシール、南2条の西27丁目、今年の5月からオープンしました。はい、4店舗目ですね。そうですね、はい、4店舗目ということで、はい、あの六花亭さんのすぐ並びで環状通りに面して、はい、すぐ分かりますが、とってもね、あの落ち着く店内で、ここは日本かっていうような、バディバディとやっぱちょっと似てますよね。そうですね、もうちょっと、あのレストランっぽくした感じの、はいはい、大人な感じでやってます。大人な感じのお店でございます。はいはい、じゃあそんなですね、オーナーのもみやまさんにも3つのキーワードで伺ってまいります。3つのキーワードこちらです。じゃん。ジャズ発祥の街ニューオーリンズ、ディキシールーで4軒目、食事も音楽も楽しんでほしい。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめにですね、ジャズ発祥の街ニューオーリンズというキーワードにさせていただきました。はい、今日ね、もみやまさんにお話を伺うのは、札幌シティジャズの、バックナンバーでいらっしゃいます高橋さんからの紹介で、はい、あそこでお料理出してるね、方バディバディの人なんでしょうということでご紹介をいただきました。ありがとうございます。札幌シティジャズ何年目になりますか？今年で、レストランをやり始めて4年目ですね。4年目、はい、札幌シティジャズとはどういったご縁だったんですか？急に 山内さんっていう、はい、フェスティバルプロデューサーがいらっしゃるんですけど、はい、まあ、飛び込みでというか、紹介していただいて、お話しさせてもらったのがきっかけですね。はい、お店の方に来ていただいて、お店に来て、はい、ニューオーリンズなお店ということで、はい、きっと噂を聞きつけてきたんでしょうかね。そうですね、まあ、ジャズ発祥の地ということもあって、はい、まあ、札幌ではそんなにね、たくさんそのニューオーリンズのことをやっているところが今のところはないので、はい、なかったので、はい、お声掛けをいただいて、ね、今に至ったという経緯ですね。はい、はい、もともとなんか全然飲食とは関係ないお仕事をされてたんですよね。そうです。もともとは、インテリアデザイナーをずっとやっていまして。かっこいいインテリアやってたんですか？やってた。全然違う仕事じゃないですか？そうなんですよね。もともと親が、はい、父親母親が、飲食をやっているのと、うん、あと、まあ、テキ屋をやってるっていう、うん、お祭りの、そうですね、はいはい、の家庭で育ちまして、はい、でこんな仕事は俺はやらんって、うん、子供ってみんなそう言うんですよね。はい、はい、そう思ってたんですけど、はい、でまあデザイナー、うん、響きかっこいいじゃないですか、うん、かっこいいです。で俺はデザイナーになるっていうことで、はい、父親もああそれはいいことだと後押しをしてくれて、うんはい、いやなんかやる必要はないと、うん、っていうので、まあ、勉強をして、で学校を出て、はい、デザイナーをずっとやってたんですけど、うん、はい、うん、やっぱり血筋なのか、はい、ふつふつとやっぱ20代も中盤を超えていくと、眠ってる血がこう叫び始めて、やっぱちょっと客商売やってみたいな、やってみたいなっていうので、わかります。商売に残ってちょっとそういう血がうずくところってありますよね。はい、そうなんですよ、うん、そんなんで、何をやろうかなって思った時に、やっぱり子供の頃にこうアメリカングラフィティとか、そういうアメリカの映画を見て、うん、アメリカってすごいなって思ってた年齢なので、はい、今年45になりますんで。あ、そうなんですね。皆さん見えない見えない、お若いです。すいません、同世代の人はみんなそういうふうに思ってくれるかなと思うんですけど、はい、アメリカのことをやりたいなと漠然と思っていて、うん、とにかく行ってみようと、うん、で会社を辞め、会社を辞め、はい、一人でアメリカに行き、うん、いくつの時ですか？それは28の時に思っていて、はい、で行った先が、まあ、いろんなところがこう行こうと思ってアメリカに乗り込んだんですけど、いの一番に行ったのが、まあ、たまたまニューオーリンズだったっていう
え、ニューオリンズ目指してその時は行ったわけではないんですか？あのニューオリンズも候補に上がっていて、でその時に一番最初に着いたのがニューオリンズで、3ヶ月一人でいようと思ってたんですけど、結局ニューオリンズに2ヶ月半いるという、あのハマり具合で、なるほど、まあ、その後ね残りの半月で、あの3、4都市回ったんですけど、やっぱりニューオリンズがいいなっていうので、で戻ってきて、あのレストランで、まあ、飲食をやる上でもこう基本みたいのを学び、であのニューオリンズのお店を、あの出すに至るっていう経緯ですかね。はい、なるほど。あのニューオリンズのどういうところが良かったですか？まず食べ物が、あの皆さんが思ってるアメリカンというとハンバーガーとかステーキとか、でっかい肉、はい、そういうものじゃなくて、そのフランスの、その植民地だったっていうこともあり、すごく食べ物が美味しくて自分の口に合ったっていうことと、まあ、あの商売として、まあ、札幌、僕札幌で生まれ育ってるんですけど、札幌にはないなっていうこととか、確かに、ないですね。あとは、音楽のそのあり方というか、その自然に音楽があって、その脈々とこう若い人たちにその音楽はこう伝わっ、繋がっていって、その食事を食べながらその音楽を聴くっていうその時間を大切にする、大切の仕方にする仕方がすごくこう、なんていうんでしょう、感銘を受けたというか、これを伝えてみたいなと、その時28の僕は思ったわけですね。もうあの、まあ、私より全然若いですけれども、あの私たち世代たちと言ってしまうとあれですけど、音楽がすごいこう生活の中の大半を占めているようなところがあったので、すごくその音楽にあふれた街の雰囲気、ビビビッときたんでしょうね。正直、その28の時はロックとかブルースとか、そのブルースでもちょっとブルースロックみたいなものとか、そんなのを聴いていてた時代で、ジャズは別にいいよって思ってたんですけど、やっぱその生の音をその聞いた時に、まあ、一人だったっていうせいもあるかもわからないけども、ものすごく感動をしたっていうのをすごい覚えていて、ジャズってこんなにすごい音楽なんだなって、何もわからない僕はその時ですごく思って、それからまあジャズを一生懸命勉強し始めるんですけど、そうなんですね。音楽、まあ、きっとその雰囲気、街の雰囲気全体がすごく気に入って、本当だったら3ヶ月点々とアメリカを見て歩けるスケジュールだったのに、ニューオリンズで2ヶ月半もずっといたというか、よっぽど本当フィット感があったんですね。そうですね。だから僕が思ってた、その想像していて心の準備をしてたアメリカ像とは、まあ、いい意味ですごく覆してくれて、まあ、びっくりして釘付けになったっていうのが本音ですね。行ったことない、なんかすごくニューオーリンズ行ってみたくなりました。ぜひ一度すごくいいところなんですって、行ってみてくださいということでしたよ。さあ、そんなわけで札幌シティジャズでも大活躍でした、バディバディの、ね、新しいお店リキシールーから今日はお届けしておりますが、お店の1店舗面からちょっと振り返って教えていただきたいと思います。2つ目のキーワード、こちらです。じゃん、